キム・ドン・ワンのメンバーとして活動しているが、ソロ歌手、俳優としても活動をしている。俳優活動は1998年の新派デビューよりも2年ほど早く、EBS の青少年ドラマ、私たちは YT や学校安全教育ドラマ、最後の勝負、KBS 青少年ドラマ、スタート、MBC ドラマ、ヤマトウに出演した。 シンファのメンバーとしての音楽活動を経て、2007年7月よりソロ活動を開始。ファーストアルバム、キム・ドン・アン・イズのタイトル曲は歌番組で1位を獲得するなどの結果を残した。翌2008年11月、シングル、活動を最後に入隊のために芸能活動全般を休止した。招集解除した2010年末にベストアルバム、 キム・ドナン・ジャパン・プレミアム・ベストでソロ歌手活動を再開。そして、新ファメンバー全員の転役、招集解除が完了した2012年には、グループ活動も再開した。アルバムシングル OST 映像ベストアルバムシングル、テレビ番組ラジオ番組、ありがとうございます。